はい、おはようございます。Thank you for follow。ちょっとごめんなさい。まだロード中なので、画面の方は真っ暗なのですか。少々お待ちいただければと思います。アイレーシング。イムサアイレーシングシリーズ。ニュルブルクリンク。ロングコースですね。をやっていきたいと思います。ちょっとね、一応基本、昨日予選の方タイムは残しておるのですが、もう一度、より良いタイムを目指して予選の方走っていこうかなと思います。ノリマル監督おはようございます。ニュールですよ、だって。ゆ るですよ。全然あったまんね。Track temperature is decreasing. It's now 26 Celsius. いや、十分だと思いますけど。さすがですよね。ああ。タイヤが温めらんないからしんどいっすよね。もう一周ぐらい猶予欲しいっすよね。このオフィシャルのニルの予選アタックも。いくら何度でも挑戦できる言うても1時間に1回ですからね。こことかほんとすげえ滑る。あー、ダメだ、曲がんない。シューマンハイスがほんとにしんどい、曲がんなくて。はい、撤退 撤退撤退。一応ね、昨日35秒1だったかな。出しているので、まあ、それなりのところでは走れるでしょう、スタートは。え、あれっすか、M4 で走ったんすか？よいしょ。
まあ今日初走りだっての。あーちゃん、おはのよう。にゅるっとにゅるにゅるでございます。ん？ああ、予選用セットでしたよ、今走ったのは。空気圧とかあれすればよかったかな。でも空気圧も上げ、温度が上がってない時に上げすぎてもただ滑るだけなんだよな。作ったっていうか市販のセットですけど。俺なんかは公式戦っていうか毎週毎週こうやって走っちゃってるからあれですよね。でほぼほぼ出走するカテゴリーが決まっちゃってるから。元はなんとか取れてる気はしてるんですけど、あーやっぱ曲がんねえんだよな、一周目。そう、なんだかんだ時間かかりますもんね。俺本当はこのオフィシャルでも自分で作ったセットで走りたいんですけどね。いかんせん時間が足んない。インガー乗っけちゃったー。本当にシューマッハエースが嫌い。
ああ。SF もな、3000ぐらいないと、ニュールだとみんな理性的に走ってくんないからな。ふぅ。36秒ぐらいでは回りたいな、レースペースでも。ちょっと止めすぎたな。2部屋決定いたしました。多分ここは GT3 ばっかだろうから、下の部屋はありえるな。あー、いやいやいや、普通にオフィシャル、週刊オフィシャル、そう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 、イムサアイレーシングシリーズでございます。
あああ、エンデュランスの方エンデュランスの方かな。そしたらでもエンデュランスもソロは可能なんで、ヒムサイレーシングエンデュランスシリーズだったかな、名前忘れちゃったけど、これのエンデュランス版があって、それ一応チームレジストにはなってるんですけど、スロー参加できるっすね。VRS も今そうなんですよね。エンデュランスもソロいけちゃうから。でもさすがに、2時間40分もそうだけど、さすがに3時間はちょっと、僕は腰が持たんです。あー、止まんない。いいじゃないですか、カズミさんとエンデュランス出てみても。土曜日11時とかですよね、確か11時16時そんなことはないでしょ？いつも言うけど。まあ、乗り慣れてないシャツだから、まあ、あれですけどね。普段乗り慣れてる人たちのニューロは本当に鬼ですからね。でも GT3 で、あれのオリマル監督って3000半ばぐらいでしたよね、確か。それでカズミンさんもいるんだったら、ああ、そうすると微妙だな、カズミンさん入れても。トップスプに入れられちゃう可能性は確かにあるな。そうなってくると本当にだからな、32秒とかで多分ロングコース走っちゃうかな、みんな 4K ぐらいだと。それは確かにある。 GT3 の 4K とかバケモンばっかですからね。あー、乗っけた。トップスプちゃんとしたこれぐらいの時間とかのトップスプ行っちゃうと 10K とかよう見かけますからね。10K とか普通に5秒6秒速いですからね、自分たちより。ニュールだったら多分10秒ぐらい速いんじゃないですか。10秒もいかないか、さすがに。先生たちで24秒とかでしょ。あ、でも22秒、それはさすがに無理です。多分、わかんねえっすけど、予選セットじゃないっすかね。高齢と隊の人で予選の燃料とかだったら、普通にそんぐらいいきそうな気はしますけど。三島レーシングのまさきさんとかの配信見てても 7K で
レースペース27秒とかでしたから、多分それぐらいの人たち予選セットだったらそんぐらいいくんじゃないですかね。レースペースで27秒ってどんだけだよって思っちゃった。ねえ、もう宇宙人でもないですよ宇宙外生命体です。何がそんなに違うのって聞きたくなっちゃいますよね。いやー、ちょこちょこミスってるからタイムが全然出てないな、多分。今 OPT で35秒9でしょ。カルッセルがすっげえ下手くそなんですよ。区間ベスト出ちゃった。みんなしづらくなってくんだよな、どんどん三島レーシングの人たちなんか俺の言うこと聞いてくんないですからね、信じてくんないですからね。なんか絶対裏があるぞって言われる。のりまる監督懐かしのコーナーですよ。ツインドリフトコーナー。今年 VLN じゃねえ、 NEC どうしようかな、マジで。俺も殺したと思ったやべえと。
35秒1か。GT3 でもういいじゃないですか。GT4 はほんと難しいっすよ。パワーでごまかせないし、曲がんねえ車のくせにボトムスピード落とせないし、落としたら落としたらで立ち上がりがね、速度の立ち上がりが絶対的に遅いし、だから確かにちょっとリアスライドさせながらっていう感じはすごいありますよね、ノリマル監督とかが言うように。まあそれも車種によってなのかもしれないですけどね。ケーマンなんかは多分スライドさせちゃうと余計遅くなっちゃいそうな感じはしますけど、 M4 とかアストンは、アストンは特にそうだな、おー、いや、DCR 増やしそうな気はしますけどね。ワンチャンあるかもしんないですけど。GT4 持ってねえんだよな俺、 MG の。うん、ちょっと、あ、っていうかもう時間じゃん。ふう、いきますか。ちょっと今のうちにお手洗い行ってこよう。戻ってまいりました。 2.1K か。 GTD だとゼッケン44番目か。で
track temperature is falling. It's now 26 Celsius.16番手グリッドって、お、セカンドローですね。グリッド、あ、違う。それも微妙だ。あ、でもセカン、いや、ちょっと待って、ポールだ。マジか。あ、ちょっとそれは気合い入れないとダメだね。何が俺何も悪いこと言ってないっすよ。いやでも これはさ、予選走んない人結構いるじゃん。このタイプのレースって予選走んないは、あれかな、言い過ぎかな、予選タイム残せてない人とか結構いるじゃん。ねえ、スタンディングス一番上になってるもんね。ポールだ、ポールだ。26度の26度か。ちょっと低めだね。ちょっと、だいぶ気をつけないとまずいかもしんないね。P2 がいないから、それなりに、ちょっと前の方でスタートできるかな。どうしよっかな。結構近づいてスタートしてもいい気がするんだよな。あまり離してスタートしちゃうと周回遅れにされそうな気がするんだよな、 GTP に。一回ぐらい遭遇すんのかな。あ、じゃなくて、ほら、ニュールで GTP と絡みたくないじゃないですか。周回遅れとかで。だから、ひっついて走ってスタートすれば、それなりに、あれかなって思ったんですよ、GTP に。普通、ほら、結構、車間開けるじゃないですか。でもあんまりくっつきすぎると絶対1コーナーとかでやらかすやつらが出てくる気がするんですよね、 GTP 勢が。あと何分あるの？ The average lap time of the GTP is probably infinity because they are passing like crazy. なんて？ Yeah.Keep seeing these GTPs passing by, and then they're crashed in the next corner. I want to drive that GTP around here next. I do not. That sounds terrifying. Huh? でも GTP はそこまでレーティング低いことはいねえのか。1800ぐらいが一番下か。まあ言うても1800だからな。あの24時間のことを考えると1800らへんも危ねえっちゃ危ねえな。まあでもそういう人たちは大体消えんだろうな、ジャンプ台とかで。 GTP ジャンプ台どうやってクリアしてんだろう。そう、タイヤが温まるまでが俺全然飛ばせないから、そこなんだよね、怖いの。ポールでスタートすると。
グリッド、一応見ときますか。GTP が15台。で、僕チン、ポールポジションでございますね。カーナンバー8。GT3 の中だと4番目。で、GT3 が GTD クラス、20台でございますね。The track temp is 27. The air temp is 26 Celsius. 45 minutes. No chicane, Manza, sir. We need to follow car number 28 in the right column. There was it. There's a no chicane Manza combined, too, right? Yeah, so so, 黙ろうぜ. Yeah. I haven't had the chance to do that one, but that looks fun. Catch up to car number 28. To make it through the first lap at least. What about Lamaze? What's the best GTP truck? Get pit start in the GTP. Yeah, so no, send not them. Hi, come on, Lamaze. So many fast corners, it's just awesome. My personal favorite is walking slide.右手に見えますのがニュルブルクリンク城でございますって一度やりたかった。You know what? I have to agree with you. The more I drive it, the more I enjoy it. いやー、結構みんな密集してついてくんのね。マジさ、GTP さ、本当にさ、ピットスタートやめようよ。絶対ピットスタートしない方が安全だって。タイヤが温まらん。最終試験超えてるでしょ、今。Did anyone check the sprinkled field? For GT3s, we'll click 2K. Okay, Aki, here we go. GTPs are 2.1. Green, green, green.後ろが 2.5K だからね、気をつけていかないと。お、意外と GTP 綺麗にいってんだな。あ、いや、そんなことなかった。タイヤが温まってないから曲がんないよ。もう俺とこの 2.5K の勝負になりそうだね。うん、後ろも脱落した。俺がミスしなければ勝てる。
Dude, that blinking was deadly. まあ 2.5K だからちょっと油断できないよね。マジそういうの本当やめてほしい。どこ？いないね。マジそういうのでペース乱されるのが一番嫌だ。もうそこでも煙上がってるし。ただでさえイエローフラッグって俺身構えちゃうんだから。ねえちょっと黙ろうぜみんな。1秒9。そんな早くねえっすよ、俺分析できるほど。分析していいほどか。Alright, Aki, our fuel window will open after 11 minutes. Closes after 37 minutes.おお、全然踏めねえアクセル。イン側から入りすぎた。なあもう本当にところどころ煙立ち上がっての怖え。そうそうっすよね、ありがとうございます。あれですよね、命大事にっすよね。頑張らないことを頑張る。のりまるさん、ありがとうございます。頑張ります。にゃーって言ってんの。ここをほんと迷う6速に上げようかどうしようか。あ、後ろいなくなっちゃった。あ、やべ。がっつりあんだ。GTP にあれしたのかな、行かせるためにだいぶスローダウンしたんかな。また嫌なとこで来るんだね、まったく。だからピットスタートしない方がいいのに。絶対怖いよピットスタートした方が。 GT3 かき分けながら行かなきゃいけないんだもん。タイヤ温まってない状態で。ちょっとは待てよお前。この次で行けじゃあ。
ここで行け。On your right. Clear right.遅せんだよ、抜くの。ね。あそこはもうベッタベタにつけて立ち上がりで行かなきゃダメっすよね。ライさん、こんばんは。なんかポールスタートのポールティーウィンを実現しようかどうかっていうところでございます。タイヤ大事に、タイヤ大事に、イエローフラッグ。まだ1周目ギャモンさんこんばんはみんなこんばんはだな。ギャモンさんも夜勤上がりか。あ、なるほどもう1台のピットスタートした GTP はいなくなったのかな。コースマップ上いないもんね、後ろ。ちょっとギアが落ちなくてちょっと焦ったよ。ねえ、みんなさ、黙ろうぜ少し。本当に。あ、がっつりやんだ。おっぶね、インガー乗せすぎた。6周でしょ ?14 リッター6周。あーちゃん、あーちゃん、あれ、あーちゃんいない？そうなんすよ。あーちゃんさ、ちょっと
後で計算していただきたいことがあるんだけど。ねえ、みんな喋ってないと走れや。あ、マジ？ありがとう、のりまる監督。ってことは86 33。あ、マジ33も積まなきゃあかん。12秒離れたね。ちょっと不面かったな。ちょっとセーフティーにしようかな。12秒離れたし。俺がミスなければね。後ろそれでペース上がってないのかもしんないよね。全然可能性としてはあるよね。まあ言うても13秒って意外とセーフティーリードなんだけどね。燃費してようが何しようが。青い森さん、おはようございます。トップスタートからでございます。ポールポジションでした。 GTP もう8台しか走ってないの。
ミスター13.85 いい感じだな。ドアンダーかますっていうね。出た、燃費してる方が早い説。さすがにここら辺の高速セクションになると遅いね、燃費してると。やりすぎ、さすがに。タイムが42秒か。あ、全然楽勝モードだな。そんなこと言われても 2.3K なんだからしょうがないじゃないですか。
Okay, Aki, we're halfway through. Should be about 10 minutes of fuel left. なんか GTP が後ろにいるね。さすがに追いつかないか？いや、追いつくな。ドッティンガーらへんで追いついていてくれそうな感じだな。いやー、まだわかんないですよ。俺がやらかすんで。はーい、いってらっしゃい。あー、大井森さん、ありがとうございます。すいません。あー、今普通に突っ込んじった燃費してんじゃねえのかよっていう話ね。ドッティンガーでも来てくれなさそう。でもまあそうなったらピットだからいいんだけど。了解しました。32、34リッターぐらいでいいでしょう。んーと2リッター9、あと3周だから9、8、24、28、42。おっ、何やってんだよってね。42。いや、1リッター多く入れよう。怖いし。よし、 GTP はみんな行ってるね。 OK、 これでもう考え事をする必要はない。7 minutes
required repairs and 2 minutes of optional. Yes, I am. Yeah, I let him and some other guys by, and actually, I didn't even know I let him by. He just appeared from... That's kind of funny to think about it. はい、ありがとうございます。頑張ってください。そっか、この週 GTP はピットか。お。ちょっとリズムが狂ってる。GTP と絡むことはないのかな？でも一周遅れとかになってたよね、リザルト見ると。これから絡むのかな？ああ、でももう一回ぐらい絡みそうだね。あと2周でしょ、だって 2.5 周分。
燃費した多分のあれだからだいぶ燃料切れちゃう。暑い。ダイソン、レース前に切ってよかったわ。GTP と半周差か、際どいとこだね。あと10分ん？あと10分？あー、じゃあもう2周だよね。リアが流れてる。あー、踏みすぎた。GTP もトップ独走だね。
anything. That's cool. Just stick behind. You're doing that on me. いやー、一回絡むな、やっぱ。あやべ、ちょっと合わんだ。アップルウォッチのバッテリーがありませんって言われた。インつきたいよね。エイペックスで。Come on, Aki. Just five minutes left. Hold your nerve. We can win this. うわー、めんどくせえのがいるなー。あいつら邪魔だな。ドッティンガー前で追いつくだろうしな。あ、やべ、危ねえ。止めすぎた。2K と 2.5K。 じゃあそれなりにペースあるかな。いや、クソ遅えな。ここに追いつけたかったな。ちょっと待って、 2.5K であそこの縁石使わないん。邪魔。マジここで抜かせんのおかしいだろう。うん、ちょ。
ギリ絡まないかな、GTP とは。ホワイトー、あー2リッターぐらい余るな。おう、頑張る。ほぼ全開で言っても1リッターぐらいしか変わらないから、よいしょ、最後だっけ。いや、そんなことして事故ったら元も子もね。やめた、あ、止めすぎた。それなりに攻めよう。ちょっとね、タイヤの反応も怪しくなってきたからね。消耗してるとかじゃないとは思うけど、反応がちょっと鈍い。熱もそこまでは入ってないかな。87度、ちょうどいいぐらいだね。ローンがちょっと高くなってんのか。29度。あ、そういえばコンディションとか見せるの忘れたね。おっ、SOF は両方とも 2.1 です。今さら。いや、マジあっちシャワー浴びてぐらいあっち。シャワー浴びる。絶対このまんまいたら風邪ひくからシャワー浴びる。なんか取れ高ないな。取れ高ないな。ずっと単独で走ってるからな。なんかもうちょっとね、2位の 2.5K が粘ってくれればよかったんだけど、意外とすんなりいなくなっちゃったからね。あー、熊田さん、こんにちは。
ポールポジションでそのまんまぶっちぎってます。さあ、最終セクター入ってきましたよ。ティンガーストレートこう抜けてラストのヘアピンを、ヘアピンじゃねえや、シケインを抜けたらこれでございます。いや、あるあるな話ですよね、本当に。あそこのシケインも Just 5 minutes left. Hold your nerve. We can win this.またチェッカーライン前ぐらいで息継ぎするかな。あ、全然余裕だった、意外と。トップチェッカー35秒0。もう燃料がないので止まります。イエーイ。はあ、今年初勝利はニュルブルクリンクでございました。ありがとうございます。アルさんもありがとうございます。いや、もうね、スタートからぶっちったからな、タイミング合わせたから。
よいしょ、ちょっとスタートを1周ぐらい見返すか。ありがとうございます。ちょっとやっぱり疲れるんよね。ゆるって。このスタートでブチったからね。タイミング合わせたから。ここら辺でグリーン言われたかな？多分。まあみんな綺麗に一列で行ったんだね。熱っ、本当に。ロングだからね、もうフルコースなんだよね。こっからまっすぐ行って24時間コースのように奥のヘアピンまで行く。この後ろのね、無法がもうちょい粘ってくれたら面白かったんだけど、意外と早い段階で脱落しちゃって、試験員の先左曲がらないレイアウト。グランプリレイアウトってこと？嫌だ、俺あの最終コーナーも嫌いだし、試験員鋭角だから嫌だ。すごい嫌い、あの試験員。ノルドシュライフは慣れちゃうとなんとかなりますよ。言うて、去年の24時間前で猛特訓したからね俺。あ、そうですか？ GT3、 俺がグランプリコースとかで出てた頃は鋭角の方でしたけど、多分コースレイアウトで決まってるはずなんですよね、どっちかって。手前の方がグランプリコースのあれですよね。で、ノルドシュライフコンビネーションだっけ、ノルドシュライフも入ってる方って。それだと多くの試験員なイメージしかないですけど、俺だからめったに通んないさ、手前の方、鋭角な方。まあそれもだいぶ前の話だからな、俺ユルのグランプリコースは嫌いだから走んないんですよね、いつも入ってきても。まあ、煙あるたびに超ビクビクしてたからね、俺。ここで多分2秒ぐらい差ついてんのかな。へえ、そうなんだ。
ウトであんのか、そういうことね。それでそのまま最終コーナー入ってくってことですよね。俺ハンガロリンクもそうっすけど、ああいう最終コーナー嫌いなんですよね。ニュールのグランプリコースとかみたいな、ゆるーくなんかずーっと曲がってるような、あれうまいこと立ち上がり踏めないんですよね、下手くそなんで。でメインストレートでやられるっていう。あ、ここで後ろなんかあったんかな。なんか今砂ジャラジャラの音してたよね。ああああここでやっちゃったんだ。え、なんでそこに巻きしたの。絶対四隅してたでしょこれ。ああハンドル曲がったんだな。ほんで前車行かせてからゆっくり後ろからピットまで戻ろう作戦か。堅実っちゃ堅実だね。変なところで抜いてってもらっても嫌だしね。だってあそこでイン巻きみたいな感じで行くわけがないもん、あの立ち上がりで。もうちょい手前っていうか、エーペックスらへんだったら、イン側の縁石乗っけちゃってイン巻きとかはよくあるけど、そういう挙動でもなかったもんね。あー、青い森さんありがとうございます。お仕事頑張ってください。この GTP ももうちょい近づいててくれてさ、こうやってスッて行ってくれると助かったんだけど、ブレーキングまで横にいるっていうのがちょっとね、なってないよね。ライン取りが抜きに行くようなライン取りじゃなかったもんね。よーし。ってな感じで、ニュルブルクリンク1戦目、1チェッカーで終わりました。なんとか、なんとかなんとか、本年度初勝利をあげられた。よし、これからも頑張っていこう。それでは、この配信はこれで終わりです。お疲れ様でした。